コソボ・メトヒア自治州、コソボ・メトヒア自治州、コソボ・メトヒア自治州、セルビア・クロアチア語、アルバニア語は、セルビア共和国の自治州。1990年の反関係革命の中で、コソボ社会主義自治州の権限を剥奪し、それに代わって設置されたものである。これによって、コソボの自治権は1974年以前の旧、 コソボ・メトヒア自治州の状態と差し戻された。1990年当時、コソボ・メトヒアは、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国のセルビア社会主義共和国の自治州であったが、ユーゴスラビア崩壊を経て1992年には、ユーゴスラビア連共和国のセルビア共和国の自治州となった。1999年以降、セルビアはコソボの統治権を失い、 2008年にコソボは独立を宣言し、コソボ共和国となった。しかしながら、セルビアはコソボを独立国とは認めず、セルビアを構成する自治州とみなし続けている。1990年の憲法改正によって、ユーゴスラビアのすべての構成国と自治州の議会において、複数政党制が導入され、それまでのユーゴスラビア共産主義者同盟による一、 党支配は終わり、選挙が実施された。コソボのアルバニア人は、この選挙に加わることを拒否し、中央政府から認められていない、コソボ共和国として、独自の選挙を挙行した。ユーゴスラビアの中央政府による選挙は50%を超える投票率が必要であったことから、アルバニア人のボイコットによって、投票は成立せず、コソボメトヒア衆議会を開くことができなくなった。 新しい憲法では、自治州は独自の公共放送を持つことができなくなり、セルビアの公共放送へと統合された。セルビアの公共放送ではアルバニア語による放送が一部で続けられている。コソボのアルバニア語放送には圧力がかけられた。州立放送に対する資金提供は中止された。新しい憲法によって民間放送が認められるようになったが、民間放送の活動は、 資金難と厳しい法的規制のために実際には困難であった。州立のアルバニア語放送はコスボでの放送を禁止された。しかしながら民間の保有するアルバニア語のメディアも現れた。コハジトレは1998年まで業務が認められていた民間メディアであり、1998年に発行したカレンダーがアルバニア人の分離儀を称賛するものであるとされ、 閉鎖された。新しい憲法はまた、州の保有する企業をセルビア政府へと移譲した。当時、ほぼすべての企業は州立であった。1990年9月、12万3000人のアルバニア人労働者が職を解かれた。彼らは政府、メディア、教師、医師、政府企業の労働者であった。これは、ゼネラルストライキや集団放棄を引き起こした。 彼らの一部は解雇された労働者ではなかったが、解雇された人々に同調して辞職し、セルビア政府のために働くことを拒否した。解雇者の多くは民族的にアルバニア人であったものの、政府は彼らが単に古い共産主義の思考を持っていたために返したとしている。古いアルバニア人の教育カリキュラムと教材は破棄され、新しいものが導入された。新しいカリキュラムは、 セルビア人や、その他のセルビアの少数民族のものと内容的に同一であり、アルバニア語が用いられる点のみが異なっていた。このカリキュラムは、コソボ域外のセルビア本国、中央セルビアのアルバニア人に対して使用され、続けている。アルバニア語での教育は1992年に廃止され、1994年に再導入された。プリシティナ大学は、 コソボのアルバニア人の中心的教育機関であったが、アルバニア語での教育は廃止され、アルバニア人の教師は一斉解雇された。アルバニア人は、州の学校をボイコットし、独自のアルバニア語の教育システムを組織した。コソボのアルバニア人らは、自らの持つ権利への攻撃に対して反発した。アルバニア人による、集団暴動や放棄、民族間での暴力が頻発し、 1990年2月、州は非常事態を宣言し、ユーゴスラビア軍が駐留し、放棄を鎮圧するために、警察官が大幅に増強された。1992年には、非公認のコソボ共和国による選挙が行われ、イブラヒムルゴバがその大統領として選出された。しかし、この選挙は、セルビア政府をはじめいかなる外国政府も認めていない。 1995年、クロアチア紛争の嵐作戦によって、クロアチアを追われた数千人のセルビア人が、コスボの移住し、アルバニア人とセルビア人の対立は、さらに深まった。過去にも、ユーゴスラビアやセルビアの体制に反発した、アルバニア人による放棄が、プリシティナで起こっていた。特に1968年と1981年3月、イブラヒムルゴバはじめ、 非暴力による抵抗を呼びかけていたが、後にアルバニア人による反対運動は、ルゴバとは逆の立場を取り武装闘争を主張するコソボ解放軍へと結びついていった。これによってコソボ紛争が始まり、後の NATO によるユーゴスラビア空爆、アライドホース作戦、国際連合によるコソボ暫定行政ミッション、アンミック創設へとつながっていった。 1999年以降、コスボにおいて、セルビア人が住む一部地域では、プリシュティナに置かれた、アルバニア人の支配する政府から事実上独立している。彼らは、セルビアの国旗や国章を使い続け、セルビア本国の選挙にも参加している。それ以外のコスボでは、セルビアの選挙は、ボイコットされている。彼らは、コスボの選挙をボイコットしている。アルバニク、デポサビチ、 ズベチャに、ズベチャン、ズビンポトクの各自治体はセルビア人が支配しており、ミトロビツァ、コソブスカミトロビツァには対立するアルバニア人とセルビア人それぞれの政府が二千二年十一月まで併存した。セルビア人地域は二千三年二月にコソブスカミトロビツァのセルビア人委員によって創設されたコソボメトヒアのセルビア人地域連合によって統合され、 ミトロビツは彼らの事実上の首都となっている。連合の大統領にはドラガン・ベリッチ、ドラガン・ベリックが就任した。ミトロビツにはまたセルビア人による中央政府機関、コソボ・メトヒア・セルビア国家議会が設置されている。コソボ北部におけるこの議会の議長にはミラン・イバノビッチが任し、行政委員会の主犯はラダ・トライコビッチ、ラダ・トレトツコビッチとなった。 地元の政治で主導権を握るのは、コソボ・メトヒアのセルビア人リスト、である。同党を率いるのは、オリーベル・イバノビッチ、オリバー・イーバノビッチである。2007年2月、コソボ・メトヒアのセルビア人地域連合は、コソボ・メトヒアセルビア人議会へと解組された。この議会は、アルバニア人が支配するコソボ中央の議会を、分離主義者として非難し、コソボのセルビア人の統一。 ユレックスコソボのボイコット、セルビアのコソボにおける主権を支持するための大規模な抗議行動を求めた。2008年2月18日、コソボの独立宣言の翌日、セルビア人議会はコソボ独立を無効であり、無価値と宣言した。セルビア中央政府にもコソボメトヒア賞が置かれている。2007年から2012年まではコソボメトヒア大臣というポストが置かれたが、 その後廃止されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。